YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックサイエンス宮城大阪店営業の榊原です。今回ご紹介していくお車もこちらのお車です。新車ハイエース版スーパー GL ダークプライム2ディーゼル4駆のお車で、こちらですね、内装の方がフィッシング版という内装になっております。では早速ご紹介させていただきます。まずですね、フロント周りトヨタセーフティセンス、パノラミックビューモニター、インテリジェントクリアランスソナーが前に4点ございます。カスタム内容といたしましては、まずこちらのコーナーミラー、ガツミラーの方をゴリと同じ同色ペイントと、こちらのフロントですね、エルフィードラインのフロントリップスポイラー装着しております。はい、でこちらの車ですね、車高の方1インチローダウンしております。なので約 2.5 センチ車高が低くなっている形になっております。でこちらのオーバーフェンダーですね、こちらもデルフィーノフレックスオリジナルのオーバーフェンダー装着しております。はい、タイヤホイールですね、グッドイヤーのナスカータイヤに、こちらフレックスオリジナルのデルフ04ホイールのこちらです、17インチ装着しております。続きまして上からですね、まずこちらの方がフレックスオリジナルのリアスポイラーも装着しております。はい、でこちらのデジタルインナーミラーのカメラですね。はい、でリアにも4点インテリジェントクリアランスソナーがあるので、駐車の方も簡単にできます。バックカメラも装着済みです。はい、でこちらの方ですね、フィッシングバンと呼ばれる内装を仮装しているお車になるので、まずですね、ベッドキットの方が両サイド跳ね上げタイプになっております。でその中でもここの部分ですね、テーブルの部分がこのような形で、はい、作ることができます。でもちろん上ですね、こちら釣りされる方専用ですね、ロッドホルダーも装着しております。はい、最初からサイドバーがついてロッドホルダーがついているので、本当に釣りの方にはもう向いている車ですね。でこちらの部分ですね、跳ね上げしていただくとこのように止まる形になっているので、もちろんあちらもできるんですけど、このように床張りフローリング施工もされております。でちょっと今開けにくいんですけど、こちら開けていただくと、中の方がもう予備の、タイヤの方をなくしておりまして、この中に、釣ったお魚さんを入れる形になっております。なのでステンレスになっているので、水を下から抜いてあげると水抜きもできますし、釣り以外でも、まあ、海で行ったりとか川で遊んだものとかをここに入れておくと水抜いて使うことができます。ありますので、手動のスライドドアになっております。はい、内装の方なんですけど、今回フィッシングバンということで、アース色のこのようなシートカバーというかエプロンの方全席装着しております。はい、続いて運転席周りですね、まずカロッツェリアの7インチナビがついてます。でバック入れていただけますと、このようにバックカメラの映像とパノラミックビューモニターが映っております。はい、
で、こちらがデジタルインナーミラーですね。後ろにカメラがあったかと思うんですけど、そのカメラの映像がこのミラーに映っております。はい、夜間でもすごく明るく映ります。これを押していただくと通常のミラーでも使っていただけます。はい、でこちらダークプライム2になりますので、ここのナビ周りであったりシフトノブ、ステアリング、サイドの方、こちらマホガニー調の加色がされております。はい、でじゃあ助手席のエアバッグと AC100V コンセントもついております。で足元にビルトイン ETC も装備済みです。はい、いかがだったでしょうか。こちらのディーゼル四駆のお車に内装の方がフィッシングバンという形で、釣りの方必見のお車入庫いたしました。はい、非常に数が少ないお車になってますので、気になった方はぜひ南大阪店までお問い合わせ、ご来場の方お待ちしております。今日からこのお車展示いたしますので、ご納車の方も最短で2週間で可能となっております。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。